ニュースをお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩委員長の普及の著作、偉大な金正恩同志を我が党の永遠なる総書記として高くいただき、主張の革命業を立派に成し遂げようが、今後民主共和国の政治出版社から出版されました。出版記念会に今後民主共和国の共産党と北首都選挙全国委員会、諸村との友好及び連帯協会、労働会、市民協会などの人たちが参加しました。偉大な金正恩総書記の誕生77周年記念今後準備委員会が開放を出しました。開放は諸村人民の偉大な指導者金正恩総書記の誕生77周年に際して、諸村の一心団結と金正恩総書記と題した文で、金正恩総書記は一心団結を諸村労働党の革命哲学とし、革命勝利の強力な思想理論の武器をもたらした。一心団結の力は帝国主義者の必要な諸村押しつぶし策動を粉砕し、強国建設の活路を開く上で遺憾なく誇示されたと書いています。世界の進歩的な人々が光明母子説の祝電や祝賀の手紙で偉大な金正恩総書記の不滅の業績を熱く称えました。スロバキア共産党中央委員会書記、ロシア平和統一党委員長、光明母子説記念イギリス準備委員会委員長は、金正恩総書記は国と人民への熱い愛情を胸に、人民の福祉増進のために、また諸村民主主義人民共和国の自主権を守って身を捧げたとし、諸村労働党の発展と社会主義諸村の繁栄のための愛国偉業に生涯を尽くした総書記の不滅の業績を称えました。今後民主共和国共産党書記長と今後民主共和国土思想研究全国委員会委員長は、金正恩総書記は偉大な金正恩主席の革命思想の純潔を保ち、豊かに発展させて諸村人民を土の偉業一路へと導いた。総書記は人類解放の道を示した著名な政治家、思想家、理論家だと書きました。ナイジェリア国民進歩党全国委員長は、世界の政治史に例のない先軍政治で諸村人民の自主権と尊厳、世界の平和と安全を守った金正恩総書記の不滅の業績を世界の進歩的な人々は永遠に忘れないだろうと書きました。敬愛する最高指導者金正恩委員長が100歳の誕生日を迎える平壌北道両町郡三白里に住むキム・インファさんと、梁岩道カプサン郡所在地に住むユー・ヨンオクさんに誕生日祝いのプレゼントを送りました。民族一番の祝日である光明母子説に際して平壌で14日から始まった第23回金正恩祭典が終わりました。21日、金日成家金正恩家展示館で閉会式が行われ、最高人民会議常任委員会ヤン・ヒョンソプ副委員長、諸村労働党中央委員会パク・テソン副委員長、ジョン・グァンホ内閣副総理が祭典組織委員会と各省中央機関武力機関の人、勤労者、青少年、人民軍軍人と共に参加しました。不滅の花普及講演会の会員と海外諸村人の顔も見えました。祭典の審査結果が発表され、太陽のように明るく微笑む偉大な金正恩総書記の写真がある金正恩祭典賞の賞状が、祭典に参加した多くの機関と栽培係、個人などに授けられました。また諸村総連中央常任委員会と海外諸村人にも賞状が授けられました。その他、不滅の花を展示した勤労者と青少年に金正恩祭典の参加証書が授けられました。第2回全国党初級宣伝活動家大会が3月上旬平壌で開かれます。諸村労働党中央委員会は革命発展の要請に即して党初級宣伝活動家の役割を決定的に高めて、政治思想の陣地を盤石のごとく固め、経済建設で輝かしい勝利を収めるため、今大会を招集することにしました。
大会では党初級宣伝活動家が労働党の新たな戦略的路線の実行で思想前線の旗手ラッパ師となって大衆政治活動の底知れない生命力を高く発揮させるための課題とポートが討議される予定です。最高人民会議第14次大臣選挙記念のポスターが出ました。祖孫労働と出版社が出したポスターには3月10日最高人民会議大臣選挙の日という字が書かれています。一心団結の力で祖孫式社会主義をさらに輝かそうというテーマのポスターには共和国の国旗をバックに労働者と農民知識人の姿がデザインされています。共和国のシンボルである国旗と国章のある我々の革命政権を盤石のごとく打ち固めようというポスターもあります。21日平壌のテドンガン外交団会館で2019年の長中友好迎春の集いがありました。対外文化連絡協会長中友好協会と中国の文化省中朝中国大使館の共同名義による集いにリー・ギルソン副外相、パク・チュンシク副文化省、長中友好協会会長の対外文化連絡協会、パク・キョンイル副会長、長中友好協会の会員、関係者と中華人民共和国のリー・シングン中朝特命全権大使と大使館員、訪朝した中国吉林省文化芸術代表団、中国人が参加しました。参加者は中国吉林省の名所と人民の生活風習を見せる写真に見入り無形文化遺産についての理解を深めました。また長中外交関係設定70周年になる意義深い今年両国関係を新時代の要請に合わせてさらに発展させることについて話し合いました。公明母施設に際して21日中朝イランイスラム共和国大使館が宴会を催しました。祖孫労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会リスヨン副委員長と関係者が招かれイランイスラム共和国のセイエド・モフセン・エマディ特命全権大使と大使館員が同席しました。中国のオンラインニュースの民族復興も16日付に金正恩総書記の偉大な功績を深く知り学習しようと題した社説が載りました。社説は偉大な金正恩総書記の誕生77周年に際して崇高な敬意を表し朝鮮の最高指導者金正恩委員長に熱い祝賀の挨拶を送る、金正恩総書記は現代世界の卓越した政治家社会主義革命の推進者不屈の守り手で結出した思想家理論家である、その偉大な功績を深く知り学習すべきだ。金正恩委員長は4回にわたる中国訪問で長中友好を新たな段階に引き上げ北と南の首脳対面も実現して朝鮮半島の平和保障に多大な貢献をした。金正恩委員長とアメリカ大統領との会談は全世界の関心を集めた。金正恩委員長は偉大な社会主義朝鮮があらゆる困難を克服して繁栄目指して進むばかりか平和を愛して守る重要な勢力であることを世界に示したと書いています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は関総に新四でした。こちらは朝鮮の声放送です。喫茶店にあふれるツツジの香り、県内に緑茶と紅茶などさまざまなお茶を出すウンジョン喫茶店があります。この喫茶店の特徴は室内の装飾とテーブル椅子がピンク一色で統一されていく、売却にくぼみを開き始めたツツジの花園に入ったような印象を与えることです。この喫茶店にも敬愛する最高指導者金正恩元帥の細やかな配慮が宿っています。喫茶店の責任者の李恩元さんはこう語ります。敬愛する主席は2012年5月24日
金正恩委員長は2012年5月24日観光を控えたこの喫茶店に来ました。この日喫茶店がどのような作りでこれからどう運営しようとしているのかつぶさに聞いた金正恩委員長はしばらくの間ホールの装飾の壁から目を離しませんでした。椅子の色に注意を払った金正恩委員長は装飾の壁の色を椅子の色と調和させればツツジのホールのようになるでしょうと言い、喫茶店が静かな情緒が漂うように作るよう細かく指導しました。暖かい春を一番先に告げるツツジは強い気概と美しさを象徴する花として、祖先人民はこの地に咲く花の中でもツツジを特別愛し大事にしています。祖先人民の心の中に秘められたツツジなので、雲仙喫茶店のピンク色の椅子を見てツツジのことをまず思った金正恩委員長でした。裕福で文化的な生活をさせようと常に心を砕く金正恩委員長は、雲仙茶とともにツツジの香りも人民に与えたのです。月日が流れるほど待つばかりの金正恩委員長の人民愛を伝え、雲仙喫茶店のツツジの香りは国中に広がることでしょう。喫茶店にあふれるツツジの香り、交代してお話しました。真面目な謝罪と徹底的な賠償があるべき。このほど名前を著名な教授、弁護士、弁護人など20人余りの指揮者が、政府が過去の犯罪を真面目に反省することを求める2019年の日本の市民宿舎の声明を発表しました。声明は、日本が諸村に対する植民地支配について反省し謝罪する態度を長い間示していないとし、植民地支配に対する反省と謝罪がまさに日中関係を発展させる鍵だと強調しました。ということで言って、過去の犯罪に対する謝罪と反省なしには、日本の平和の未来が開かれず、日本の備えを避けられないということです。思考の論であり、風物もある人たちの見解は、まさにこういうものです。事実上、日本の過去生産は、単なる歴史問題ではなく、人類社会の正義と未来を保障する深刻な政治的問題です。白昼、主権国の祖先を奪って、主人がましく振る舞い、あらゆる野蛮行為を働いた日本の過去の犯罪は、国際社会が絶対許せない特大の反人類の犯罪行為です。20万年経った祖先の女性の尊厳と人権を無罪に踏みにじり、数百万の祖先の正当人を戦場と工事場に連行して無罪に殺し、数多くの著存人を残酷にたらし、日本の歯ぎしりする特大の反人類の犯罪が黙認されるなら、これから世界は罪がはばかる地獄になるでしょう。歳月の流れとともに、日本の核生産に対する国際社会の要求が日増しに強まっているのはそのためです。しかし日本は国際社会のこの要求に手を向けています。今日本は被告席に座った犯罪者ではなく、審判席に座る判事を思わせます。証拠不足を運用し、特大の反人類の犯罪に対する謝罪はおろか認めもせず、あらゆる罪を犯した過去を美化し、公然と最新学の野望の実現へと突っ走っています。真実は、日本が過去の犯罪に対する価格がない姿勢、過去生産に対する責任に対し、最新学の野望の実現に日本民族の活路を求めていることです。それは一寸先に見ることのできない政治未熟時も少子に耐えない妄想でしかありません。日本の高難落ちな行為は日本民族の行く手に暗い影だけを差し、自分も孤立の恩を陥れる根本の原因となっています。日本といえば
自分が犯したことに責任を持てない島国、東部愛人というのが国際社会の普遍的な認識です。このような認識は軍の世界の焦点となっている人種問題にさえ介入できず、後ろ手に回される哀れな定員に陥れています。これは日本国民に恥か侮辱を感じさせ、将来への深い懸念だけを持たせています。この度日本有識者が発表した声明は、まだ一般の回答の意思だけではありません。軍への要求を国際社会の要求と言えます。日本政府はこれを重く受け入れるべきです。もし今の日本当局が民意の要求、国際社会の要求に引き続き背を向けるなら、自分の政治の将来も民意の場を弾圧にする結果だけを招くことになるでしょう。真面目な謝罪と徹底的な賠償があるべき。高田医師とお話ししました。